はい、どうも皆さんこんばんは、サリテーマンです。今回の、この動画なんですけども、まあゲームの動画ではなくてですね、任天堂スイッチのフレンドに関しての動画なんですけど、お知らせというか、まあお願いみたいな感じの動画になるんですけど、任天堂スイッチのフレンドリスト、これね、僕は上限がないと思ってて、友達はもうね無限に作れると思ってたんですけど、どうやらね任天堂の方が、フレンドリストは300人が上限らしくですね、僕もこれフレンドリストの方がねもう上限に達してしまったんですよ。でこれ以上もうちょっと増やせないっていう状態になりまして、で今回ねフレンド申請いただいている方、ちょっとお手数になるんですけど、ちょっとフレンド整理の方をしたいなと思いまして、でコメント YouTube のコメント欄の方に、フレンド登録いただいているこの名前を教えてほしいなって思ってて、コメントをいただきたいんですよ。で、もし YouTube のコメントが打てない、アカウント持ってないみたいな方いらっしゃるかなと思うんですけど、その方はですね Twitter の方にコメント、ダイレクトメッセージなり、何なり、普通の返信なりを送っていただければ、それで登録させていただきます。で、ツイッターもやってないっていう方もしかしたらいらっしゃるかなと思うんですけど、 URL の方、 URL というか僕のメールアドレスの方ね、出してますんで、もし YouTube でコメント打てない、ツイッターも持ってないっていう方いらっしゃったら、メールアドレスの方にこのフレンド登録いただいている名前と、名前ですね、名前を送っていただければフレンド登録、させていただきますので、で今現在ねこれ登録いただいているんですけど、ちょっとねこれ整理しないともうこれ以上フレンドが増やせなくて生放送ができない状態になってるんですね。で今後なんか任天堂スイッチのゲームでスマブラとか、あるいはなんかもっと他のパーティーゲームみたいなものも出てくる、マリオパーティーとかね出てくるかなと思うんですけど、その時に生放送した時にもうこれ以上フレンド申請というか登録できない状態になってると生放送ができないんですよ。なのでコメントの方をいただきたいなっていうふうに思います。でフレンド整理の動画のお知らせになりますね。でメールアドレスとツイッターの、アカウントのID 載せてますんでね、もし、Twitter 持ってるけどコメントしたけど、まあ、Twitter 持ってるよみたいな方はぜひフォロー、気軽にフォローしていただけたらなと思います。まあそのお知らせですね。で生放送に関してはその、フレンド整理ができ次第、またスプラトゥーンなりね、マリオカートなり、でもしくは新作ゲームとかねやっていけたらなと思います。ちょっとお手数になるんですけども、コメントの方いただけたらなと思います。ということでまた、別のゲーム実況でお会いしましょう。サリテーマンでした。ありがとうございました。